介護士は見た本当にあった介護の話。パチ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 。現職の介護職の方をお迎えしてお話をお伺いする本当にあった介護の話。今回は社会的にも問題になっているセクハラのお話です。介護施設でもよくあると問題になっていますよね。確かに本当によくありますね。ですね。こちら2018年の調査ですが、約3割の介護従事者が利用者やその家族からセクハラを受けたというアンケートが出ています。現場で受けたセクハラの種類で多いのはこういった内容のようです。触られたり下ネタ言われたりというのが多いようですね。結構絶句しちゃうアンケート結果なんですが、本当にこんなにあるんですか？いやー、本当にありますよ。アンケートなので少し表現オブラートに包まれていますが、現場はもっと生々しいです。本当によくあります。それを理由にせっかく入ったのに辞めちゃうという方も結構います。一般的によくあるのは上司からのセクハラだと思うんですが、介護の世界でよくあるのは利用者さんからのセクハラが本当に多いですね。利用者さんなのであまり無下にも扱えないんですよね。ですね。家族にも共有せず泣き寝入りということも多いみたいです。ああ、なるほど。もう少し具体的にはどんなことがあるのですか？アンケートにある男性利用者が女性介護士にお触りしちゃったりみたいなこともあるんですか？もちろんそのパターンが多いんですが、女性利用者さんも結構いけつなかったりします。そもそも女性利用者の方が多いですし、私も何度か触られたことがありますね。触られたって、もしかして例のやつを？はい、例のやつをです。うわ、そんなのあるんだ。実際あったら引いちゃいそうですね。お犬さんはいかがですか？結構そういうのあります？はい、あります。日常茶飯事ですね。正直もう慣れちゃいました。あらら、もうベテランさんなんですね。残念ながら慣れてくると気にしなくなりますし、あしらい方も覚えるので、認知症の方などご本人は悪気ないんですよね。なのでそれ自体身の危険ないレベルならもう仕方ないかなという気もしちゃってるんですが、ムカつくのは介護職だから当然でしょという上司や利用者のご家族の態度はムカつきますね。そんな上司やご家族いるんですか？結構いらっしゃいますよ、特にご家族は。あとそれを見て見ぬふりする上司もムカつきます。大ごとにしたくないんでしょうけど。いやー、ダブルでムカつきますね。僕らは施設介護なのでまだ安心感がありますが、訪問介護の女性ヘルパーさんは密室なので本当に不安でいっぱいな方も多いと思います。資格の研修とかでも特にセクハラ対応を学ぶ機会もないんですよね。なるほど、そういうことですね。早急な改善策が待たれます。資格研修には入れてほしいですね。お時間が来てしまいました。今回はここまで。今回の本当の話、セクハラについてお伺いしました。介護職の皆さんにとって大事な問題ですので、また取り扱っていきたいと思います。お犬さん、小豚さん、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、また次回もお楽しみに。バイバーイ。チャンネル登録よろしくお願いします。本当にあった介護施設の話では、介護職の皆さんからのエピソードをお待ちしております。また声での出演をしていただける方も大募集中です。ご連絡はこちらまで。メールアドレス、keakyo@gmail.com、keakyo@gmail.com、ツイッター、keakyo までよろしくお願いします。